いらっしゃいませ。バーとお酒の入門講座へようこそ。今更聞けないお酒の基本からちょっとマニアックなうんちくまで、家飲みのお供のバーチャルバーとして、お休み前のひとときに聞き流しの教材として、今夜もお付き合いいただき誠にありがとうございます。このチャンネルは仙台駅東口の安倍会計事務所ソラワークラウンジの提供でお送りいたします。さて、今回はバーの楽しみ方についてのお話です。バーを訪れる目的って何でしょう？もちろんお酒を飲みたいから。ではなぜ？お酒を飲むならバーじゃない他のお店でもいいし、なんなら家だっていいはず。最大の違いはやはり雰囲気とそこにいる人、日常と非日常の違いと言っても良いでしょう。バーの最大の魅力は、普段の生活では出会わないような何かに会うということです。その対象は人であったり、お酒であったり、場面であったり、経験であったり。もし仕事や学校が終わってそのまま帰っていたら出会わなかったであろうものに出会うこと、これがバーの最大の楽しみです。しかし、それこそ基本的には職場や学校などをことにする人たちの集まりですから、いきなりは話しにくいし、共通の話題などもなかなかわかりません。バーテンダーがうまく話を振ってくれることもありますが、なかなかタイミングがうまく取れないこともあります。そんな時のためにもお酒はあります。普段出会わないような人と話をする時のコミュニケーションの潤滑油、それがお酒です。その潤滑油の供給であったり調整をするのがバーテンダーの役目ということですね。少し酔って話しやすくなるというのももちろんありますが、例えばバーで必ず共通の話題にすることができるのがお酒ということでもあります。何飲んでるんですか？から始まる会話もありますし、その返答がもし、あ、これノンアルなんですよ、でもいいじゃないですか。そこからよくいらっしゃるんですか？などお酒からお店の話題になってもいい。お酒はお店の話題を皮切りとして、次第に話題はそれ以外に広がるはずです。そしてそういう会話を通して自分の知らないことを知る。それは単純にお酒の名前や味であったり、話し相手の職業の専門知識であったり、地元の美味しいものであったりします。もちろん自分の普段の生活とは全く異なる世界にいる人の話ですから、価値観が異なることも多々あります。自分とは異なる意見があっても、むやみに否定したりせず、そういう考えもあるんだなと学びましょう。そしてそういう姿勢こそがいわゆる大人の対応であり、自分の幅を広げる手段でもあります。そうすることによってより一層幅広い世界の人との会話ができるようになっていきます。するといつの間にか周囲からは、博識ででも柔軟に誰の話も聞くことができて、かつ自分の意見も持っている魅力的な人という評価を得ているかもしれません。そしてそれは一方的なものではありません。自分がそういう評価を受けるようになっていく過程で、他の人にも同じような影響を与えているものです。自分にとっては当たり前、こんなの面白くもなんともないという話が、他人から見れば刺激的な話であることも多いです。お酒という潤滑油を介して、いろんな人とコミュニケーションを取り、お互いの人間の幅が広がっていく。これが私の思うバーの楽しみ方です。さて、今夜のお話はここまで。ご視聴いただき、誠にありがとうございます。ためになった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、ぜひともお願いいたします。またのご来店、心よりお待ちしております。